ものを作るっていうのは、はい、今日はソノアポケットのあなたの歌について喋ろうと思います。これは2010年の6月23日発売ですね。これはなかなか面白い経緯だったんですよ。その歌ができていくまでがね、最初にアリナミンの CM ソングとしてサビの部分の歌詞が何パターンかあったんですよね。それをコピーライターの市倉さんという方が作ってくれてて、で、誰が歌ってどういうものにするかっていうところで、私が結構任されたもんで、いろんな人を聞いてた中で、その当時新人だったソノアポケット、これがいいんじゃないかな、この人たちいいと思うよっていうことで、彼らに歌ってもらおうっていうことで、じゃあ彼らが歌うんだったらこういう曲がいいんじゃないかなっていうふうに私がそこから曲を作っていって、そしてその CM でコピーライトとして決まってた部分以外を、ソノアポケットの人たちが歌詞として完成させていった。でね、ものを作るっていうのはこう、要するにそこに具体的にないイメージを具現化していくっていうことだから、誰か一人のくっきりしたイメージの方がこうくっきりしたものができるっていうケースも結構あるんですよ。で、そこに生地人が参加するとこうなんかぼんやりしたものになっていくっていうこともあるんですね。だけど人がいろいろ関わってくることでイメージが膨らんでいくっていう、そういうケースもあるわけで、これがなかなかこう算数チックにはうまくいかないっていうかね、本当にその時その時やってみないとわからないっていう、そういうところが逆にまあなんかいつまで経っても音楽って作ってて面白いなと思うんですけどね。まあでもそういう形でこれやっぱり結果的にすごくいい作品になったと思います。で、これはアリナミンの CM だったんですけどね、ひょんなことから私が歌うバージョンっていうのも、CM で使っていただいて、で、まあ彼らのなんだろうな、すごくピュアな元気な歌声と私のこうちょっと人生疲れ気味、本当にアリナミン必要だぞっていうタイプの歌と、両パターンあったっていうのもね、一時期、なかなか面白い状況だったんで、そういう意味じゃ本当にこのあなたの歌、いろんな意味ですごくその歌の人生、歌の人生って変だな歌の一生として、なんかすごく面白い経緯をたどった歌でした。